にょ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 。こんにちは。はい、チャイス。YouTube 見てますか？最近あんま見てないわ。年間1300時間見てるんですよね、話に。いや、年間じゃないよ。あの、5月から年末までの間に1400時間。おぉ、じゃあもうヘビーなユーザーと。ってことは、それは分からんけど。ってことは、オッジーの漢字大作戦さんも知ってますよね、もちろん。当然知ってると。いや、知らん。誰？いや、なんか、結構有名な方で。有名な。はい。なんか、いろいろなものを漢字に書き換えるっていうね。ああ。すごいチャレンジしてる。ああ。チャンネル登録633人。伸びしろね。そう、伸びしろの塊。本当に、こっから伸びるかもしれない。そう。っていう方がいるんですけど、まあ、その方がね、なんとポケモンでも漢字にするっていうプロジェクトをやって、それを今回当てていただこうかな。え、だ漢字見て何のポケモンか当てろって。あ、逆っすね。そのポケモンから漢字を当てる。え、だから同じことをしていただいて、同じことを俺がする。そう、だからこういう人はもうプロフェッショナルなんで、その人にじゃあ近づけるかどうか。ああ、はい。例えばピカチュウだったら光のネズミみたいな感じですね。その人は。でもそのまんまじゃない？そうだから、まあ、なんか光もなんかその電気とかもありえるよね。そうまあ割とそのままやってるんで、とりあえずやっていきますか。いや、簡単でしょこれは。だポケモンっていうその中国語ロムがあるんですよ。はい。中国語ロムってなんかポケモン漢字で訳してあるから、はい、たまに見るから簡単ですわ。ああ、じゃあ行きますね。まずじゃあメタモンで。うわ、メタモンか。いや、あの、変化の変は絶対入るんだよね。変身しか覚えません。そう変わるは絶対入るんだよな。俺漢字が不安すぎる。書けてるかどうか。漢検何級とか持ってんの？持ってないよ。あ、持ってない。はいはい、じゃあお出しください。どうぞ。変獣。これあれね、柔らかいって言うね。柔軟剤とかだ。特性の変わり物と柔軟合わせたみたいな。あ、そうなんかプニプニしてるやん。ブニ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 。こいつめっちゃ驚するやん。残念。え、でもこっちは合ってるでしょ絶対。あ、そっち合ってます。正解見ていきますか。はい、正解はこちらです。じゃあ無理だって。それはさ、変身くんは無理だって。いや、変身まではまあ100歩譲っていいとして、くんは無理やって。そういうスタイルね。いや、俺もう傾向と対策だからこれ理解しちゃう。その人のスタイルを。まだ俺の方がメタモンに近いやろ、変身くんより。中国語5名のメタモンを調べようぜ一回。ああ、いいね。100変怪怪物。ああ、それ見たことあるわ。ああ、そうだ。そう。じゃ、変身くんではないんですね、中国。そうだね。次はカビゴンです。あ、カビゴンね。カビゴン、いや、なんかもう俺分かったよ。はい、俺もこれでいいか。はい。じゃあお出しください。暴食人。あ、いや、これね、ちなみにね、はい、カビゴンのこと表したわけじゃなくて、ちょっと近めたつもりなんだけど。ああ、この人にね。残念。答え見ます？答え。あ、じゃあもう一個書いて。あ、もう一個書いてきます。じゃあこっちじゃないな。じゃあ眠り系だな。じゃあ食じゃないな。いや、俺もカビゴンのイメージで食べるか眠るしかないから。あ、確かに。そう、食べてみて。え、その動画ってさ、いつ投稿されてるやつ？2018年ですね。だからまあ最近じゃないけど、まあ別にそんな遠く前、昔でもない。3万ぐらいです。変なのだったらどうしよう。マジちょ入らんかった。5文字になっちゃった。5文字、うん、じゃあお出しください。無限睡眠くん。あ、残念。もう無理だよ。正解見ますか。うん、正解はこちらです。巨太郎。巨太郎。ふざけてるって。いや、今日はいいよ。太郎って動かないから。いや、今日はまあいいけど。いや、今日はまあわかる。あれじゃないですか、もしかしたら赤緑2体いるじゃん。うん、太郎と次郎っていう。もしかしたら。次は沢村です。沢村、お願いします。ああ、来た。はい、じゃあお出しください。足長男。いや、こういう感じでしょ。俺も理解してるから。こういう感じでしょ。ね、あれ違うの。答え見ますか。うん、答えはこちらです。ふざけてるって俺。まあこれ基本、やっぱね、沢村は基本に行かないと、やっぱ。
じゃあ最後、ラストいきますね。はい、ラスト、ミュウツー。あー、いや俺もこれしか出てこんかった。いや、ミュウツーってさ、はい、エスパータイプじゃん。あ、そうだね。で、エスパーってさ、あの、超じゃん。はいはいはい。これです、超人。惜しい。あ、惜しい惜しい。じゃあ2がないってことかな、これ。え、マジでこれ近い、ガチで。ちょっと近い。ちょっと近い。人は入ります。じゃあ超が違うのか。いや、ミュウツーってやっぱ最強のポケモンじゃん。はい。最強人。残念。答えはこちらです。幻想変人生物2代目。まあ、いかがでしたか。いや、あの、無理だって。感じレベル高いっすね。いや、高くないでしょ。小学生でも分かる感じしか使ってない。伸びそうだと思いますか、この方は。いや、他何やってんの、ポケモン以外。そう、漢字の人だからね。いや、でも漢字の人ってさ、歌ってる割にはさ、使ってる漢字のレパートリーしょぼすぎない。え、待って、すごい、本当に。え、すごいなった、ちゃんと。いや、漢検準一級合格する。ちゃんと日本人では勉強しないと取れないやつ。あの、一番再生が多い動画は順一なんですけど、うん、2番目のやつが太鼓の達人です。楽しそうだな。趣味で上げてるだけじゃん。趣味で上げてるだけ。一番楽しそう。うん。しかも年齢も同じですね、多分。え、俺と26歳。うん。多分2年前で25歳なんで。うん。うん。まあ、じゃあこういう人もいると。いや、やっぱ、やっぱ俺ら先入観にとらわれてるからさ、ポケモンさ。そう、柔軟だね。やっぱそういうね、名前なんだっけ。たかし。オッチーさんですね。タカシじゃないです。オッチーみたいな、ちょっと柔軟なね。はいはいはい。発想力必要だなって思ったね。何年も YouTube やってると、そうそうそう。ちょっと固まっちゃうから、ね、思考にとらわれて同じような動画ばっかりで。うん、以上です。おいー。